こちらラッティングセンターにやってまいりましたよっと。私は右投げの右打ちだから右の打席で行くんだけど、90ぐらいで行くわ。右打ちの90キロで打っていこうと思う。挨拶忘れた。あれだよ。今日の企画はバッティングセンターでホームランを打つので帰れません。それでやっていく。鉄拳あるよ。前ね、鉄拳めちゃくちゃ強いから、知らなかったっしょ。どうかは町です。それでは90キロで打っていくよ。って書いてあるところに当たればホームランらしいけど、多分無理ゲーだけど頑張っていく。やっていこう。頑張って。今気づいた、手のピアスがクソ邪魔なんだけど。え、始まってない。始まらないんだけど。が出るまではやっていこうと思うよ。悔しい。ちょっと待って。しかも謎に400円飲まれてるからね。どいた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 。てなわけで
だって鼻水出てきた。せやけどホームランだって鉄拳に無理だから、無理ってことに気づいた。で現実に気づいた私は鉄拳をやろうと思う。もう鉄拳やって帰るわ。じゃあ前は高校生ぶりに鉄拳をやっていくよ。こちら死ぬ、全く覚えてないわ鉄拳。あ、なんか思い出してきた気がする。鉄拳をやっていく。あれ飽きたよね。え、飽きたよこれ。全く覚えてない。どうしよう。うぜえから終わるわ。はい、ってなわけ
けで、今回は深夜夜中の12時半の歌舞伎町のバッティングセンターにホームランを打ちにやってきたけど、いつの間にやら謎にインド人と鉄拳をしてるっていう変な動画になりました。楽しければそれでいいのということで、この動画が良かったなって思った方は高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。ではまた次の動画でお会いいたしましょう。じゃあねー。悔しい。